保育士の給料を上げてほしい。子供を守るための仕事なんですけど、それにしては給料は見合ってないかなと思います。もっと保育士とか幼稚園教諭の需要が高まって、もっといい制度をできたら、もっといい保育ができると思うし、保育士不足もちょっとは解消するんじゃないかなと思います。キャッシュレス化を進めてほしいです。お店とかでやっぱまだ現金で払うっていうところが多いので、世界的に見てもキャッシュレス化が進んでる中、なんかやっぱ日本はなんか一歩遅れてる感じがあるので、もうちょっと最先端を行ってほしいっていう意味でもキャッシュレス化を進めてほしいです。大学で教員の免許を取得したいなと思って勉強してます。教員の労働環境を整えてほしいって思ってます。やっぱりすごいお仕事が大変そうで、先生の数を増やすのがいいんじゃないかなって思ってます。どうせ何をしても賛否両論の意見があると思うので、思い切ってコロナ対策など政策を行ってください。1年生の時がほとんどオンラインだったので、友達ができないのと留学に行くことを断念してしまったので、もう一気にズバッとコロナが終わるような政策をしてほしかったですね。